こんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の葛城奈美とレブラ君ですそして本日のゲストは、拉致被害者増本留美子さんの弟さんの増本照明さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。ですね、今日今回と来週と2回にわたって増本さんにはご出演をいただくんですけれども、私ね、増本さんと聞いてというか、まあ、横にいらっしゃるんですが、一番すぐに思い出すのが、潮風コンサートでご一緒に北海道に札幌でしたね、はいはい、行かせていただいた時にルミネに向かって応援団のエールを切られたんですよ ね、 そうね。あれがすごく胸を打って、迫力もあったし、ルミネに呼びかけながら頑張れっていう気持ちがすごいこもってて、なもんですからちょっとね、応援団の時の話を伺ってみたいなと思ってるんですが、北大時代にそうだったんですか？そうです、北大2年目の時に、私1年目で留年したんですよ。あら、学校行かなくて、とにかく何してたんですか？まあ遊んでたんですけどでも雪深いだから、まあ、学校までそうですね、南九条から、はい、北十八条まで、ね、はい、行くのちょっとしんどかったのも話しそんなで学校行かなくて単位が取れなくてどうしようかなと思って、なんだもう一回もう一年やろうっていう、普通ね、私の大学では2年目、で移行するんですけども、うん、学部の方へ、はい、だから2年目の前半までに全部の単位 1,2 単位ぐらい残してで留年して、はい、っていうのが主流だったんですけど、私も1年目から留年しまして、でもそれねちょっとまずいなと思って、何かクラブに入ろうと、はあ、運動部、まあ、私ができるのは運動部しかないので文化部なんかとてもじゃないけど入れないし、でもそれで応援団って普通思いつかなくないですか？友人にはその応援団のやつがいたし、警笛寮にはちょくちょく出入りしてましたので、はい、警笛寮というとやっぱり名物は応援団ですから。あ、そうだったんですね、はい、で、まあ、友人がいたっていうのが大きいですね、だからすんなり入れました。性に合ってましたか？そう、今考えればそうですね、酒飲み応援団というか酒大好きですから、そういう点では勝利は当てたんじゃないですか。なるほどね。でもまさかね、自分のお姉ちゃんに向かってああいうエールを送ることになるとは。そう、うん、本当に4年、5年、結局6年北海道にいたんですけど、4年生の時に姉が連れていかれて、本来ならばその前に北海道に来てもらって案内をしたいというふうに思ってたのがね、できなくて、でその後、まあ、いろいろ何もできない時期が20年続いて家族会結成して、こういう結果になったんですけども、その間私そうだ、姉ちゃんに直接エールを送ってねえなということがあって、ちょうど北海道で、収録があったので、で あの時に歌ったのが、北大のストームの歌っていうのがあるんですけどね。ストーム、はい、こちゃえこちゃえっていうストームの、はいはい、歌っておりましたね。あの歌を歌って、そして、はい、エールを送るというのが、いいかなと思ってやらせていただいたんです。あ、すごく心を打ちました、ありがとうございます、はい、でもう一つ増本さんの意外な一面なんですけれども、マグロ船に乗っておられた時期があるんですよね。マグロ船って言っても実習船ですか？いやでもね、運ヶ月単位で乗っておられたってこと、はいはい、ちょっとそれにも私はかねがね興味を持ってまして、なんでまたそういう船に乗ることになったんですか？水産科学で、そうですね、専攻科志向の方は、はい、船乗りの免許を取ろうとする人は、はい、その実習船に乗ってある程度の実習期間を得なければならないんですよ、で私はそう結局その船乗りになりたいなとは思いながら、その過程を取ったんですね、全部一応は取ったんですけども、で
3年の時には1ヶ月北方北洋に行って、へ鮭の流し網、へで、3年目の時には南方行って、インド洋行って木原、うん、そして、先行官的にはあのハワイ沖行って、マグロで、バチマグロでしたね。なかなかガチな感じですね。ガチですよ、本当に。その間あの、デッキで作業を当然しなきゃいけないんですけど、はい、シフトが組まれているので、4時間あのワッチに入らなきゃいけないんです。ワッチってその見張りをするんですね。見張りをしたり、それからあのソーダをしたり、転身したりで、あの海図の中にこう気にしていったりね、そういうこともしなきゃいけないんですよ。それを経て、行くんですけどね。はい、なんか私はそういう話聞くとワクワクしてきちゃうんですけど、荒木さん何かご質問ありますか？いや、もう私全くあのその全然別の世界の人間で本当にあの海って広いから自分たちの先鋭しかない、まあ、レーダーこう見てみると周りに何にもないのがもう延々と続くんですよね。そもそも船乗りになりたいと思ったのは何でだったんですか？親父が船乗りにな、まあ、昔だったんですけどね、まあ、その DNA が残ってたのがあるかもしれないですね。商船に乗っておられたんですか？いや、あのね、最初は商船だったらしいですけど、うんうん、次にあの英林署の山しかないでしょうか、はい、屋久島と、はい、それから鹿児島を結ぶその屋久杉を運ぶ船に乗ってたんですよ。本当ですか？はい、私屋久杉の取材に行ったことありますよ。あ、そうです。まさかね、あの世界遺産の屋久島で林業やってると思わなかったちゃんとやってるんですよね。それ運んでおられたんです。そうです、もうあの随分前ですけどね、だから英林署といっても船乗りだったんですね。面白いですね。そんなケースがあるんですね。しかしあの、その DNA を受け継いでる割には、お父さん怖くて北海道行ったわけですね。そうえ、そうなんですか？怖かった。雷親父だった。そうですね、雷親父でしたね、本当に。で、特に酒飲むとちょっと知らん気味だったので、その血も継いでるのかもしれない、私には。この頃なんか酒飲むと非常に怒りっぽくなってる。あ、止まりましたね。そうなんです。ちょっとそのお父さんについては来週伺いたいんですけども、最後、今週の最後に、で、なんで、あれ？そのお父様については来週また伺うんですけれども、今週の最後に、それだけね、あの本格的に訓練しておられて、なんで船乗りさんにはならなかったんですか？学業が。なんか今回意外な話がいっぱい飛び出すんですけど、私のその成績ってカフカ全集と言われましてね。はで、カカフカカで、あの、大体カの方で、通ったのは大体カなんですよね。U とか、あの、その量とかいうのがあまりなかったですね。U が、まあ U が5個くらいあったのかな、それでも。ですから、もうそういう成績だし、まあ、あの、ちょっと、あの、大学時代遊びすぎたのこともあって、とてもその最終的な国家試験を、通らないなというふうに考えているうちに、まあ、就職の話をしなきゃいけなくなったので就職しました。そうだったんですね。荒木さん、今週のうちに何か聞いておきたいことはありますか？いや、まあ成績のことは私一人昔あの加山雄三ってありましたよ。加山雄三、そう、あの加賀山の上にあって、湯は3つしかないっていうね、加山雄三っていう言葉があって、隠語というかあるんですね。私の場合はカフカ全集でしたけど、はい、いや、私もドラドラシーだったんで人のこと言えないシーと字が多かったっていう。その前にお二人とも学業の方で少しあのやっぱりあのいろいろなことをなさってるじゃないですか。私はその水産学部でその船のことに関してあまり今のこの自分に照らし合わせるとあまり身になってないなというのがあって。でも魚には詳しいですか、一般の方より？いや、マグロにだけですね。一番好きなマグロはどれですか？一番好きなマグロはですね、キハダマグロの定置の脂の乗ったのが一番好きなんですけど、今もう取れないですね、キハダの定置は。そうなんですか、いなくなっちゃったんですか？取れなくなってますね、定置ってやっぱりこう結構あの
近くじゃないですか、うんうん、そこにあまり入れなくなってるみたいですね。昔は高知とかあの辺で結構いい平地の木綿が取れてたんですけどね、まんまるとした、あれ本当に美味しかったですね。でも雨にかかったのを船の上で一匹一匹にするわけじゃないですか。その時こう肉体こう引っ掛けて網から外すんですか、うん、勝手に外れるんですか。いや、それはあの定置というのは、うん、そこにこう魚が入り込むようにして、それを誘導して、最終的にこういうタモみたいなもので持ち上げる。あ、そうなんだ、はい、じゃああんまり体力的には使わないんですか。いや、それはこれは効かない。あ、それは人力なんですか、うん、最終的に人力だったんだと、当時はそうでした。今はどうなのか分かりませんけど。じゃあそこで増本さんのこのタフな体は養われたという面もあるんですかね。うん、そうですね、私のタフな体はそんなにタフだと思ってないもんですからね。私のこの体は今魚河岸で鍛えられたと思うんですよ。あ、そっか、はい、その話も伺ってみたいけれども残念ながら時間になってしまったようです。また来週よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter もレブラ君でお願いします。